地図上から軍玉閣の位置を直接探すのもありだと思うぞ。その近くに上がる方法があるはずだ。見ろ、装置だ。この位置にあるからにはきっと軍玉閣と関係があるはずだぞ。まさか、オイラを信じろ。ここだよ。ここだよ。全部溶かん。弾けろ。へい。おー。あ。へい。
止まれ。何者だ、勝手に用地に入り込むとは。そうだそうだ、わけがわからないぞ。オイラたちは招待されてここに来たんだ。そんな風に。いや、待った、まさか行子わざとか。軍玉閣に招待するふりをして、実はここに来たオイラたちを捕まえるつもりなんだ。うわ、怒ったぞ。そこの兵士、おとり捜査反対、卑怯だぞ。何を、普通に仕事しているのに卑怯とは。意味がわからない。とりあえず捕まえるぞ。来るぞ、やってやろうじゃないか。火力全開だった。やめなさい。何事？国政様、この不審者たちが奇襲機に何かしようとしています。だ、誰が不審者だ。ん？軍玉閣？君たち何者？招待された客人でリーユエ七世を探してる。そっちは？奇遇ね。私がそのリーユエ七世よ。ん？私は国政リーユエ七世ユーヘン。旅人、君のことは知ってるわ。行幸の客人よね。まさかここで会うとは。ほう、こんな荒野でお金持ちと会えるなんて思わなかった。壊れた天候古城園の奇襲機が一夜で修復された。私がここに来たのはそのことを調べるためよ。この戦艦軍たちがいるのも現場を守るためだけだから。誤解だったんだな。はい、そもそも仙人の作った装置を直せる凡人がいるなんて、七世にとっては不思議な話よ。ひひん、それはな。あ、な、ああ、そうだ。幽閉様は、天珠園様がオイラたちを招待した理由を知ってるか？国政でいいわ。そうね、彼女が君を呼んだのは、モンドを救った英雄に中立を保っていてほしいからだと思うよ。別に誰かの味方でもないよな。あの仙人たちだってリーユエを守ろうとしてるし。その守るは上から目線の傲慢のことかしら。え、君たちは凡人、彼らの守る対象だから、彼らは君を神を殺せる資格だとは思わないでしょう。だから行幸が現場を封じ、民を取り調べて資格を探すなんて命令を。彼らは何かを隠すための工作。そう、彼らは私たちを
軽蔑してるわ。確かにそれも一理あるかも。でも国政みたいな仙人を敬わないリーユエジンは初めて見た。時間の概念が薄いだけで敬えと。彼らは凡人に対して傲慢だから、私たち七星にしばらく手は出してこないでしょうね。いい、今のは忘れて。敬わないはあくまで私個人の心情だから。とにかく今回彼らの行動は十分自制があるものだと認めるわ。帝君の殺害は尋常じゃない。こんな事態を前に彼らは直接攻撃してくるのではなく、他の仙人を召集して話し合うことにした。思いのほか理性的ね。意外だわ。行子はね、何でも交渉で解決しようと思ってるけど、それは詭弁だわ。仙人の時代は終わった。リーユエ七世さえもそれを受け入れなければリーユエの未来はどうなるの？うわあ、また大胆な発言だな。まあ話は以上よ。ここまで話すつもりはなかったけど、君はいい聞き手よね、旅人。さあ軍玉閣に行きなさい。ちゃんと時間を守ってよ。行幸に会いたい人はたくさんいるんだから。リーユエの富豪たちにとって軍玉閣に登ることは最高の栄誉よ。なんたってメリットしかないもの。メリット？でもそうだ、手土産もリーユエの文化だぞ。メリットのためじゃない、リーユエの伝統文化のためだぞ。まあまあ、手土産は後でいいから、まずは軍玉閣に行く方法を教えるわ。本当はここに来なくてもいいの。リーユエ港に戻って月海亭で案内人を探せばね。それからではまた会いましょう、旅人。うん、あの幽変は仙人を敬わないけどあっさりした人だな。そうだ、行幸への手土産はどうする？そうだ、昨日夢で素敵な料理を思いついたんだ。その名もアイシングスライム。行幸みたいな大富豪にぴったりだと思うぞ。それを手土産にしようぜ。ない、でもピキーって感じでやればいいぞ。まずは材料だ。急げ、栄光と富が待ってるぞ。Thank you.
に風だ。よいしょ。助けてくれてありがとう。あの報道団たち、そこのスイートフラワーをいじるついでに俺にまで暴力を振るってきて。楽勝楽勝。そんなに感謝しなくてもいいからな。分かってる。ちゃんとお礼は用意するよ。いいえ、君のおかげで助かったんだから。俺はリーユエコー明星祭の供給業者モータンだ。普段は山で骨董を探してるんだが、まさか宝刀団と同じ遺跡を見つけるとは。ふっかり奴らに閉じ込められてしまった。恩人様、何か必要なものは？骨董、貴重品、俺がも…待った！あるものを探してるんだ。おや？どういうものを？プレゼント用の箱はないか？綺麗なやつ。お菓子を入れるんだ。もちろんさ、骨董業者たるもの箱は必需品だろ。明星祭には七国でも一流のギフト箱があるよ。店主には俺から言っとく。時間があるときに店に取りに来ればいいさ。よかった。アイシングスライムの箱はこれで解決だな。聞いたわ。彼を助けてくれてありがとう。うちの商品の多くは彼が集めてきてくれてるの。彼に何かあったら私の商売もおしまいだわ。さあ、この箱自体が骨董品でね、140年以上の歴史があるわ。綺麗にしておいたから、これでいいかしら。おお、すごく素敵だ。そうだ、他のものも見ていいか？ええ、品物は棚にあるからどうぞ。旅人、この大きい銅管すごそうだよな。これをボール代わりにしてかき混ぜたらきっと美味しいお菓子が作れるぞ。できた。唯一無二のアイシングスライム。ゆっくりと箱に入れて粉砂糖をかけて。ここに摘みたての花があるわ。一緒にどうかしら。栄光と富を箱に入れたぞ。
よいしょ。足元に気をつけて。よいしょ。国政に言われた通りだと。こんにちは。月は売ってる？はい。数はどうします？それは言えない。正解です。ここからどうぞ。お二人は行幸様が本日招待したお客様ですね。その通り。けど、今のは客人の暗号ではなく、幽変限定の暗号。待ってたわ。絶雲の間から帰った人。ああ、行幸だ。はじめまして。プレゼントを用意したんだ。気に入ってくれると嬉しいな。私に？どうも。招待したのは私なのに、かえって迷惑だったかしら。そんなことないぞ。ひひひ。気に入ってもらえて嬉しいわ。この宮殿の位置は全ての山よりも高く、ここからリーユエコーの全貌を見ることができるわ。商売を始めた時からこの宮殿を作るための資金を集めてきた。天柱園になった後、凄腕の職人たちに依頼して増築を続け、最初部屋一つ程度の広さだった軍玉閣も、今やリーユエ上空の月を覆い隠すほどになった。そしていつか七国を覆うことになると私は信じてるわ。軍玉閣に登れる客人はそう多くない。セピュロス騎士団の代理団長は手紙の中であなたを褒めてたわ。だからあなたがリーユエに着いた日から私はあなたを探した。何？そしてあなたたちが防御旅館に着いた時にあなたたちの動向を把握した。まさかオーナーって七星の部下なのか？違うわ。防御旅館の者全員私たちの部下よ。ブイブイ。奇襲機のところで。そうよね。こんな距離から盗み見はできないわ。地獄の働きよ。あなたたちに興味がある。関心を持つのも当然よ。ええ、仙人と付き合いのあるあなたが私たちを信じないのもわかる。今回は誤解を解くために招待したの。魔人戦争は聞いたことあるわね。かつて魔人が数多といて長い戦争があった。たくさんの血が流れ、2000年前に戦争は終わった。テイワット大陸に残った7人の勝者は敗者の残骸の上で国や城を作り、七神の時代が始まった。古雲閣は見えるかしら？あれは自然にできた景観ではなく、
帝君が戦時中に投げた岩の槍よ。岩の槍の下には七神の座を手に入れられなかったかつての魔人が封印されてる。魔人だけでなく俗世の七神聖も死ぬことはあるわ。帝君の逝去はリーウェにとって想像できないけど、テイワットの七神は崩れない。次の元神が現れる。けれどテイ君のことは忘れないわ。その時リーウェの人々と仙人の関係はきっと昔とは違うでしょう。新たな時代でもリーウェ七世は帝君の民よ。帝君に歯向かうなんてするわけないでしょ。あの日のこと、あまりにも突然で対応しようがなかった。その場にいたならわかるわよね。七星の敵は当にリーウェ港にいる。厄介なことになる前に行動しないと。だから私は先祖の亡骸を隠して敵の行動に牽制を仕掛けたの。その敵って誰？さあどう思う？なぞなぞでもしてるのか？正解よ。外の景色は綺麗だけど、高い場所にいるとやはり風が強いわ。さあ二人とも中へどうぞ。ふわっ。足元に気をつけて。ふわっ。一緒に遊ぼうよ。
楽にして。我が家のように思っていいから。いいのか？ええ、ここに招待したのはあなたたちと友人になりたいからよ。ん？これが伝説のあの壁か？あら、知ってるのね。講談師が言ってたんだ。その壁の紙はみんな欲しいってさ。その壁にはリーウェの秘密があるからよ。商売人は秘密を知りたがるもの。でも旅人、リーウェ商業の秘密はあなたにとって意味ないものよね。できれば信頼してほしいの。もし私と国政のうち信頼できる相手を選ぶなら。国政を選ぶわよね。それくらいわかってるわ。気の強すぎる彼女が七星になっても私のフォローは必要だと思ってたけど、仙人の時代は終わった。リーウェ七星さえもそれを受け入れなければリーウェの未来はどうなると彼女。私の心にあった迷いは消えたわ。確かに帝君の逝去は七星にとって有益ね。でもリーウェのためには七星三奪のデマに縛られてはいけないわ。ええ、さっきからあなたは私の意図が分かってるのね。情報を封鎖し亡骸を隠したのは形勢を安定させるため。モンドのようなことは避けたいの。ファリュイは帝君の死を理由に外交の一線を越えようと数多くの暗躍をしているわ。私もリーウェの天柱園として本気で抵抗しないと。操船儀式を許可したのも七星がリーウェを全面管理するための時間稼ぎ。もう、七星が儀式を許可したのはオイラたちを利用して目的を果たすためだったのか。そうだ、目的を果たすといえば、言ってもいいか？構わないわ。手土産をあげたらお返しがもらえるって聞いたけど、どうかな？いいわ、素直な人は好きよ。あなたたちにはたくさん迷惑をかけたもの。そのお詫びとしてここから好きなものを一つ選んでいいわ。やったー、待ってたぞ。オイラが欲しいのはあの壁にある紙切れだ。そんな目で見るなよ。あの壁の紙切れはたとえ爪の大きさでもすごい金になるんだぞ。それがまるまる1ページだったら。選ぼう、一番大きいやつだ。ん？選ぶまでもないな。一番大きいページは一番目立つ場所にある。よし、これだ。ふむふむ、何が書いてあるんだ？ん？丸をつけられてる場所ってまさかお宝？それかお金になるチャンス？どれどれ？近畿滅却。何なんだ？お宝じゃないみたいだな。ファデュイが近畿滅却の札を秘密裏に研究してるって書いてあるぞ。うん、ファデュイは裏で悪いことをいろいろしてるってさっき行幸も言ってたよな。でも近畿滅却の札の研究も悪いことなのか？そういえばお前も近畿滅却の札を持ってたな。調べてみるか？え、そうなのか？じゃあやめた方がいい？ふむ、つまり行幸への不信感が募るほど彼女の言ったことを調べる必要があるって。
ってことだな。ちょっと理解できないな。行幸は優しい人だと思うぞ。でも今はお前の言う通りにしよう。勝利と合流する前にこの資料に書いてある場所に行ってパデュイに探りを入れてみるか。お？よいしょ、おっ、よいしょ、おっ、あ、
緒に遊ぼうよ。札と白紙の紙がたくさんあるぞ。何に使うんだろうな。この模様どこかで見たような。そうだ、講師がくれた近畿滅却の札も同じ模様だったぞ。ふむ、仙人に関するものを講師が持ってるのも確かに怪しい。ああ、近畿滅却の札は目印として使うために作ったわけじゃないって竜恩釈風神君が言ってたよな。確か魔人戦争中に戦力を発揮するために作られたって。ファデュイが近畿滅却の札を書き写してるのは本物の効果を再現しようとしてるからか。戦争中に戦力を発揮する、危なそうだな。複雑だな。とにかく講師を警戒しないと。さて、そろそろ勝利と待ち合わせの時間だぞ。ここを出ないと。総選儀式準備の旅の終点、確か敵歌集だったよな。早く行こうぜ。逃げようなんて思わないでよね。ふう。はじけろ。ボンボン爆弾。時間通りだな。俺も今着いたところだ。軍玉閣はどうだった？すごーく広かったぞ。そして豪華。たくさんお金かけてるな。確かに、その点においてはリーウェイ一かもしれないな。行幸にもあったんだろ？お金持ちで気前が良くて親切な人。こいつはオイラと違って素直に話すユーヘンの方が信頼できるって思ってるんだ。おや、国政に会ったのか。何？仙人の時代は終わった。リーユエ七世さえもそれを受け入れなければリーユエの未来はどうなるって言われたな。不敬だな。確かに同じ七世であっても何でも話す国政より行幸の方が典型的な商人だ。親切ではあるが裏がどうなっているかはわからない。ああ、彼女は実力で七星の座を手に入れたんだ。ただものじゃないぞ。軍玉閣はまさにその志の表れであり、彼女にとって2番目に大事なものだと聞いた。何があっても彼女は軍玉閣を捨てないだろう。軍玉閣が2番目？じゃあ1番は？モラサ。そうだ、ファデュイに関する話もしたぞ。帝君が殺害された後、ファデュイはリーユエで悪いことをたくさんしてるって。ファデュイはいつもそうだからな。想定のうちだ。ファデュイの目的は知らないが、
彼らと接触するときはくれぐれも気をつけてくれ。そういえば敵家臭にも操船儀式に必要な品があるのか。ああ、今日は野生のルリウリを探すぞ。ルリウリ？なんでここで？玉境内にたくさんあるぞ。警察層にもあるって聞いたけど。そうだ、ピンバーヤに会った時彼女は花を見てた。いや、あれは人工栽培のもので使えないんだ。ルリウリはかつて敵家臭に大量にあってな、人々の歌声を聞く花なんだ。敵家臭は昔陸地だった。魔人戦争で山が崩れ陸が水没し、そのせいでルリウリはほとんど絶滅してしまった。今城内には人工栽培のものが残っている。だがそれでも野生のルリウリが完全に消失したわけではない。野生のルリウリの香りは濃く、粉にして衛生鋼の香炉に入れることが操船の伝統だ。しかし花を手に入れるにはお前の力が必要になる。いや、その香りを濃くするために歌ってほしいんだ。お前、歌は得意か？ふーん、本当かな。やってみればわかるさ。これはトリックフラワーという魔物だ。ん？この花弁面白い。トリックフラワーはルリウリと長い間一緒に埋まっていたせいで今や最高の薬剤となっている。花弁をしまっておこう。本当か？じゃあこの花弁は操船儀式に使えるか？残念だが、で、ルリユリをお探しですか？あ、お前、名前、こんにちは、旅人。名前を覚えてくれたんですね。ところで、軍力格はどうでしたか？カオが生き方を教えてくれなかったせいで苦労したんだぞ。え、私、教えていませんでしたか？
道は他の人に聞いたんだ。はい。しまった。忘れてた。お、カン、なんか顔色が悪いぞ。それに最初に会った時とオーラも違う。あの時の厳しさがないと言う。あの時は天柱園の使者で、今は花見をしてるだけですから。花見？なんで城内じゃなくここでするんだ？緑境内は帝君聖居の場所。あそこで花見をするのは寂しいものですから。ここ数日緑境内で仕事するときは景色を見ないように窓を閉めてました。ごめん、この話はやめとこう。まだ気持ちの整理ができてないんです。2000年前、魔人戦争が終わった後、最初の七神はリーユエで杯を交わしました。しかしそのうちの五人はすでに去っています。ええ、帝君の魂が皇帝へと帰り、俗世にいる最初の七神はモンドのバルバトス様だけとなりました。他の5人、稲妻のライデン将軍を含め、2000年前とは違います。今の俗世の七七世、最も若いスメールの宗神は500歳です。元王帝君は6000年以上も生きてきました。700年の歴史を持つリーユエは、建立当初から帝君がいたゆえに神とのお別れを知らないのです。ではそのお別れについてどう思う？え、急に聞かれても。人として帝君のいないリーユエは今でも想像できません。仙人としていずれ受け入れなければならない事実だと思います。帝君の逝去は仙人とリーユへの契約の終わりを意味しますから。ん？今仙人って言ったか？私は人類とキリンの根血、半分は仙人です。魔人戦争の時も帝君やリーユへのために戦いました。戦争が終わった後、私は帝君と契約を結び、歴代七世の秘書として今日まで働いてきました。他の話をしましょう。そうだ、瑠璃瑠璃ですよね。野生の瑠璃瑠璃の場所を知ってます。ちょうど今持ってますので、よかったらどうぞ。ではいただくぞ。え、カーンも歌ったのか？ええ、伝統はちゃんと把握してます。歌ったのはリーユへの民謡でしたから、ご安心を。さすがカオ、ありがとう。こちらこそ。まさか帝君の創戦儀式の力になれるなんて、この出会いに感謝です。そろそろ戻ります。うまくいくといいですね。これで創戦儀式に必要な準備は大体終わったぞ。花の剣は他のものより比較的簡単だから、最後に取っておいたんだ。うん、勝利がリーユエで商売したら
きっと起業の難しさも楽しいだろうな。そういう暮らしは過去にあったぞ。起業、開拓、何でも最初は難しいが、その分思いは込められる。摩耗が多いと自分を見つめ直す必要が出てくる。でないと取り返しのつかないことになる。経験者は語るってやつだな。さて、用事は終わったし、そろそろリーユエコーに戻ろう。いつもと雰囲気が違う。何かがあったようだ。ああ、お浄堂の勝利先生か。戦艦軍が我々を監視してる。今は非常時だ。先生も軽率な行動を控えた方がいい。非常時？ああ、絶雲の間の仙人が動いた。何かするつもりだ。避難しに来たのか。おそらく七星のうち数名が迎えに行った。まあ迎えというか、仙人たちを止めるというか。双方とも強気に出てるから膠着状態なんだ。こうなるのも必然か。仙人たちが重要視するのは元神との契約だけだ。彼らが強引に攻めるならきっと止められないだろう。だがリーユエ七星が動かないわけがない。彼らが強気に出たせいで人間と仙人の間にある矛盾点が一触即発の状態を作り出したんだよ。それでどうしてファデュイが非難の的に？全部あの行幸のせいだ。嵐が来ようとするときこそファデュイの動向を徹底的に把握しろってさ。チッ、今さら俺らの行動を制限するって。七星も大したことないな。とにかく勝利先生は孔子様の協力者だ。弱みを握られないように行動してほしい。どうやらリーユエコーの様々な矛盾が限界に達したみたいだな。それは特殊な中立的立場から仲裁したいのか、それともお前個人の武力で何かを変えたいという意味か。どちらにせよ簡単ではないだろうが。あ、そうだ、勝利先生、王城堂も巻き込まれて今戦艦軍と対峙してると聞いたよ。まずい。私は王城堂に戻らせてもらう。風同士がうまく対応しているといいんだが、トラブルはごめんだ旅人。一触即発の爆発を止めるより新艦はどこにあるかお前も考えてみるといい。ふう、ファデュイと仲良しになると
メリットもトラブルもつきものだな。それで勝利が言った新刊ってなんだろうな。なるほど、確かにこういうトラブルを楽しみにしてるやつといえばあいつしか思いつかないもんな。きっとみんなが忙しい時を狙って悪いことしてるぞ。でもどこに行けば会えると思う？こういうどこもかしこも混乱に陥っている時、船体から持ってきたものだ。珍しいものばかり。なんでまた見張りの場所が変わったんだ。見た目も立派だけど中はもっと豪華だな。しかもあちこちモラだらけだ。テイワットのモラが全部ここで作られてるなら少しくらい失敬してもバレたりしないよな。罠だったのか。危なかった。助かったぜ。もらえなくても至近距離で眺めるのは大丈夫だよな。できれば中で眠りたいな。モラのお布団、いい夢が見れそうだ。いい
難すぎないか？先祖の亡骸は大事なものだろう。あれ、見ろ、なんだあれ。嫌な予感がする。早く先祖の亡骸の状況を確認しよう。案内人としての使命を果たしたのに、なぜ自ら家中に飛び込むんだい？誰だ？君たちがファデュイなら女皇から報酬をもらえるかもしれないが、残念ながら今の君たちはただの邪魔者だよ。どこから話そうかな。遠回りは俺のスタイルじゃなかったんだけど、まさかリーウェイに着いた途端に元神が死んで、その亡骸まで隠されるなんてね。でも君たちの操船儀式のおかげで面倒ごとになる前に情報をつかめた。モラの製造を止めてまで先祖の亡骸を隠すだなんて、七星も本気だな。まさかお前も神の心を狙ってるのか？ファデュイの第11位の執行官として俺は氷の女皇の意志に従う。女皇が欲するものは必ず手に入れる。誰かの許しはいらない。本気なら俺を止めてみろ。取引や駆け引きの時間は終わった。小細工を使うのは好きじゃないが、女皇のために俺は我慢したよ。ここからはもっと単純で楽しいことをしよう。戦いだ。戦い？まさか喧嘩が好きなのか？そうだね。宿女はモンドの大聖堂で神を襲い、そして足早に姿を消した。君と戦うよりも氷雪で君の行動を封じたのは、戦いの音で騎士たちが集まるのを忌避したからだ。強者に対して彼女は利益や勝ち負け、その後の影響を優先する。だが俺が執行官になった最大の楽しみは強者と戦える点にある。モンドの時みたいに思い通りにはさせないぞ。ああ、やってみるといいさ、旅人。俺は君を殺さない。俺は戦闘の快楽を味わいたいだけなんだ。付き合ってくれ。君は俺に勝てない。だから勝ち負けではなく、俺と同じ戦いを楽しめばいい。そうよし、君もその気なら俺を楽しませてくれよ。せっかくのチャンスだ。実力を見せてくれ。ファデュイの執行官と戦えるなんてめったにないぞ。せいぜい失望させないでくれよ。チャンス。ここだよ。姿を見せよ。褒めてあげよう。へえ、これほどの実力、道理で宿女が君を警戒するわけだ。俺も本気を出させてもらうよ。俺の本気は君にとって少し乱暴かもしれないけど、執行官の力を前に君がどこまでやれるか見せてくれ。
ああ、その剣筋確かに面白い。だが、ここまでだ。君、案外やるね。劣勢を利用してセンターが地雷に近づいた。新兵みたいに慌てるな。こんなの戦場のベテランにとって朝飯前だ。ではモラクスの神の心は俺が。なるほど、予想外だ。まさか先客が君の方とはね。そろ落ち着かないと。さっきの魔王武装は体への負担が大きい。そのせいで考える余裕もなかった。よくよく考えれば君たちが先に神の心を奪う可能性は確かにない。神の心の剣は君たちと無関係なんだろう。そうだ、だから違うって言っただろう。旅人、今日君が見せた実力はモンドで宿女が君に下した評価よりもずっと強い。どうしてかな。その様子じゃ心当たりはあるんだね。はあ、俺には言えないか。どうやらこの好奇心は抑えておくしかないようだ。君との戦いはとても良かったよ。俺にとって強さを追求する者はみんな理解し合う友だ。まあ友情の形はやり合うことになるけど。変わった価値観だな。さて
今はそんな世間話は一旦置いて任務に戻らないと。神の心がここにないのなら、最初から先祖の亡骸の中には存在しないのか。というより先祖の亡骸自体目をくらます手段かもしれない。あ、それっておそらくね。それが本当なら面白い。さすが商業の都の守護神、契約以外の小細工にも詳しいんだな。となると予備プランを使うしかない。予備プラン？弱者に影響を及ぼすから本来だったら使いたくないんだけど、所詮この世界は強さを追求する者のためにあるからね。弱者を気にしている余裕なんてない。それにファトゥスは手段を選ばない。子供だって嫌いなものを食べなきゃいけない時があるだろ。それで一体何をするつもりだ？幸運閣の下で眠る魔人を呼び覚ます。魔人？渦の魔人オセル。魔人戦争で岩の魔人モラクスに敗れ海中に封印されてる。そんな魔人が神のいないリーウェコを襲ったら、俺たちを散々もてあそんだ岩王帝君様もこれ以上見て見ぬふりはできないだろうね。でも魔人戦争は2000年前に終わったんだぞ。七神しかいない今、昔の魔人をどう呼び覚ます？手段があるに決まってるだろ。ああ、禁忌滅却の札、思い出したぞ。ファデュイがそれを研究してるって。その通り。君たちに渡したのはこの研究の副産物だよ。これほどの力を持つ禁忌滅却の札に女皇がくれた執行官の力、岩の槍による封印を一時的に解除するのもできなくはないだろうね。俺にとって上古魔人の力を使うこと自体面白くないし、俺の心情にも欠けるけど、あの眼神だけでなく君たちまで動かないといけなくなるって考えるとそれなりに面白い。神を失った国はジョーコの悪意に再び飲み込まれるのか楽しみだ。もちろんリーウェの人と一緒に歴史するつもりなら俺は止めないけど。見失った。あいつ早すぎる。おい、なんだあれ。見てなかったらどこに行けばいいかわからなかったな。間に合ったよな。
魔人はまだリーユエコーに上陸してないよな。お前たちなぜここに。ん？あ、仙人たちだ。どうして軍玉閣にいるんだ。七星と喧嘩したって聞いたけど、もう解決。互いの不満は一旦置いておいて、今は共にリーユエを守るべきだと、そうなったのよ。なるほどな。じゃあ何か案があるんだな。こんなにも距離が離れてるのに、あの渦の魔人をチラッと見ただけで息が詰まりそうだ。戦艦軍の新兵たちは立ち上がることすらできないわ。上古魔人の威圧は一般人にとって有害なようね。だからこそ、あの化け物をリーユエコーに近づけさせるわけにはいかない。怖い。2000年前の魔人戦争はこんな敵と戦ってたのか。今ここにいる七星、戦艦軍、それと仙人たちの力を合わせればあの魔人を倒せそうか。話し合ったけど、それはわからないわ。嘘だろ。でもリーユエを守る仙人と七星だろ。何か方法はないのか。方法は奇襲機の剣で七星を悩ませたようだな。せっかく奇襲機を作ったわらわがこの場にいるのだ。仙人の装置、凡人にはわかるまい。だがわらわが少し手を加えれば、想像を超える改良もたやすいこと。これも仙人との縁かしら。ここにいる仙人たちも装置に戦力を注ぐことができるはずだし、これで新奇襲機で魔人と戦えるわ。善は急げ、今が決戦の時よ。が奇襲機を操作してる。ファデューに邪魔させるな。動ける兵士は私についてきなさい。オイラたちも手伝うぞ。数千年ぶりに魔人との手合わせ。さあ来い、お前たちの本気を見せてくれ。
渦の魔人オセル、その真力だ。我をよく知っている。注意してよけろ。元気を出しておくれ。これって千力？この光、絶音の間の時と同じ。うわー、ヴィンバーヤの衝撃波だ。すごい。黒き翼よ、昼夜を切り裂きなさい。ヤシャムは敏捷を意味する。我が戦力を持ち、我のように走れ。三種の戦力に耐えられるかもしれぬ。痛いかもしれませんが、我慢です。適応しても使ってみるといい。逃げようなんて思わないでよね。
言われたと、こんにちは。はい、数はどう？それは言えない。正解です。その通り。けど、今だからこそ怖い。今ここにいる人話し合ったけど。嘘だろ。方法は奇襲機の剣。せっかく奇襲仙人のそここにいる仙人たちも税の急げ。渦の魔人オセル、その真力だ。我をよく知っている。注意して避けろ。風だ。ファデュイが攻撃を早めてます。やるわね。この剣が終わったら、そうやすやすと許したりしないわよ。
かい。これで元気を出しておくれ。これって戦力？この光、絶運の間の時と同じ。うわー、ヴィンパイアの衝撃波だ。すごい。私はあなたを守ります。安心して本気で戦ってください。魔人戦争の時も私はこうしました。こんな一面もあるの。夜叉の名は弁償を意味する。我が戦力を持ち我の方に走れ。筋骨を持つ子供たちなら三種の戦力に耐えられるかもしれぬ。痛いかもしれませんが我慢です。適応したら使ってみるといい。辛抱だ。ここが片付いたら仙人たちも安心して戦えるぞ。邪魔者は消えた。ようやく本気を出せる。効果あったぞ。このまま抑えていれば。
気をつけろ。奇襲機が壊された以上反撃は厳しい。しかし軍玉閣は